大学時代、よく散歩をした公園には鳩がたくさんいた。舗装された道に一体何がそんなに落ちているのか、やたら歩き回っては地面をくちばしでつついていく。中でも、よく俺が腰掛けてぼーっとしていたベンチの近くに、いつも鳩が群れをなしている一角があった。何羽もの鳩が、しきりに地面をつついては、何かをついばんでいる。このベンチに座って弁当の残りカスでも投げている人でもいるんだろうと思っていた。二回生の春。サークルの新入生歓迎コンパを兼ね、その公園の芝生に陣取って花見をした。綺麗な桜が咲いていた。別に変なサークルではなかったが、一人、オカルトの神のような先輩がいて、俺は師匠と呼んで、慕ったり見下したりしていた。その師匠が珍しく酔っ払ってダウンしていた。誰かがビール片手に、最初に桜の下には死体が埋まってるって言ったのは、誰なんだろうなぁ、と言った。すると、師匠がむくっと起き上がって、桜の下に埋まってる幸せな奴ばかりとは限るまい。と、ろれつの回らない下でまくし立てた。すぐに他の先輩たちが師匠を取り押さえた。暴走させると新入生が引くからだ。俺は少し残念だった。ちょっと休ませてきますよ、と言って、いつも座っているベンチまで連れて行き、横にならせた。しばらくしてから水を持って隣に腰掛けた。さっきは、何を言おうとしたんです?師匠は荒い息を吐きながら、そこ、鳩がいるだろ?と指を指した。ふと見ると、すでに日が落ちて暗い公園の中に、鳩らしい影がうごめいていた。一斉に鳩たちは顔を上げて、小さな二つの光がたくさんこちらを見た。お前に大事なことを教えてやろう。酔っているせいか、師匠がいつもと違う口調で俺に話しかけた。思わず身構える。いや、前にも言ったかな。人間が死んだら、どこへ行くと思う?はぁ、あの世ですか?師匠は深いため息をついた。どこにも行けないんだよ。亡くなるか、そこにあるかだ。よくわからない。師匠はいろいろなことを教えてくれはするが、こんな哲学的なというか、宗教がかったことを言うのは珍しかった。だから、隣にいるんだ。人間にとっての幽霊とか、そういうもののことを言っているのだと気づくまで、少し時間がかかった。そこで鳩に食われてる奴だって、亡くなるまであって、それで、終わりだ。ええ?目をこすったが、何も見えない。すごく弱い奴だ。もう、消えかかってる。鳩は何を食ってるか分かってないけど、食われてる方は、食われたらなくなる、って思ってる。だから、消える。わかりません。大抵の鳥は、普通に人の霊魂が見えるんだぜ。と師匠はつぶやいた。いつも鳩が集まっていたところで、昔人が死んだと言うんだろうか。ほんの少し離れてるだけなのにな。鳩に食われるより桜に食われた方がマシだ。酒臭いため息をつきながらそう言ったきり、師匠は黙った。芝生の向こうでは、馬鹿騒ぎが続いている。師匠は、自分が死ぬ時のことを考えたことがありますか?いつも聞きたくてなんとなく聞けなかったことを、口にした。同じさ。とんでもない悪霊になって、亡くなるまであって、それで、終わり。ワンステップ多かったが、俺は流した。大学2年の夏休みに、知り合いの田舎へついて行った。師匠と仰ぐオカルト好きの先輩のだ。師匠はそこで何か薄気味の悪いものを探しているようだったが、俺は特にすることがなくて、妙に居心地の悪い師匠の親戚の家にはあまりいず、毎日何もない山の中でひたすら暇を潰していた。4日目の夜は満月だった。晩ご飯を居候先で食べ終えた俺は、早速どこかに消えた師匠を放っておいて、居づらいその家から散歩に出た。特にあてもなく散策していると、ふと通りがかった場所でかすかな違和感を覚えて立ち止まった。やや奥まった山中とはいえ、月明かりに照らされていて、昨日も一昨日も通りがかった小さな沢なのだが、枯れた沢だったはずが、今は不思議なことにキラキラと光が揺れている。近くに寄ってみると、確かに昨日まで枯れていた沢に水が湧いていて、綺麗な月が水面に映っていた。このところ雨も降っていないのになぁ。
と首をかしげながら居候先の家に帰ると、師匠も帰ってきていた。早速そのことを話すと、それは、月の湧く沢だよ。という。どうやらこの辺りでは有名な沢で、普段は枯れているが満月の夜にだけ湧き水で溢れるのだという。どうしてそんな不思議なことが起こるんだろうと思っていると、師匠はあっさりと言った。この村から標高で300メートルくらい下がったところにダム湖があるんだけど、多分そのせいだと思う。あれができてから、湧き水の場所も随分変わったと年寄りは言ってる。地下水脈の流れが変わったんだよ。しかし、湧いたり枯れたりというのは変な気がする。しかも満月の夜にだけ湧くというのはできすぎている。ところが、超積力だよ。と、またも師匠はあっさり言った。月の引力が地球に与える影響はわずかなものだが、液体である海などはもろにその影響を受ける。潮の満ち引きがその代表で、その力を、潮汐力、と呼ぶ。そして満月の日はその力が最大になり、大規模なダム湖もまたその影響を受けたのではないかと、師匠は言うのである。湖水のわずかな圧力の変化が、ダム湖に流れ込む地下水への圧力の変化となり、湧き水に微妙な影響を与えたんじゃないかな。なるほど。引っかかるところもあったとはいえ、俺はその答えに素直に感心した。ただね、この村ではあの沢はあくまでも月の湧く沢であって、そんな無粋な構造によるものじゃない。こんな言い伝えがあるんだ。あの沢に湧いた月を飲んだ者には霊力が宿る。ロマンティックな話だ。でも、霊力という響きに不吉なものを感じたのも確かだ。案の定、師匠は言った。じゃ、行こうか。暗がりの中を、懐中電灯を絞って俺たちは進んだ。沢はそんなに遠くない。よそ者の二人がこんな時間にこそこそで歩いているのを見られたら、ますます居づらくなりそうだったが、幸い誰ともすれ違わなかった。沢に着くと俺はほっとした。ひょっとすると幻のように水が消えているのではないか、という気がしていたのだ。山の斜面に寄り添うような水面に、満月がゆらゆらと揺れている。師匠は沢の縁にかがみ込んで、目をランランとさせながら眼下の月を見ている。俺は、潮汐力だよ、と言った師匠の答えに抱いた引っかかりのことを考えていた。理科は苦手だったが、確かにそんな力が存在することは知っている。しかし、潮汐力が最大になるのは、満月の日だけだっただろうか。おぼろげな記憶ではあるが、確か月の消えた新月の日にも、潮汐力は最大になるのではなかったか。では、満月の日にだけ湧くというこの沢は一体なんだ？師匠の目がランランとしている。何より師匠の目が、潮汐力という答えを否定しているようだった。俺は得体の知れない寒気に襲われた。音を立てて、師匠が沢の水をすくっている。飲む気だ。師匠はすくい取った手のひらに満月を見ただろうか。一心不乱に水を飲み始めた。何度も何度も手を差し入れて。俺は立ち尽くしたまま、それを見ている。やがて信じられないものを俺は見て、ヘタヘタと座り込んだ。気がつくと師匠の手が止まっていて、その下には水面が揺れている。月が、もう映っていなかった。消えた。俺は逃げ出したくなる気持ちを抑え、この出来事に合理的な解釈を与えようとしていた。潮汐力だよ。という、そんな力強い言葉のような。動けないでいると、師匠が何事もなかったかのように歩み寄ってきて、もう月も飲んだし、帰ろう。と言った。その瞬間わかった。へたり込んだまま空を見上げて、俺はバカバカしくなって、笑った。いつの間にか空は曇って月は隠れていたのだ。本当にバカバカしかった。新月の謎さえ忘れていれば。次の日、師匠があっさり教えてくれた。あのダムはね、30日ごとに試験放流をするんだ。その周期と満月の周期とが、たまたま被っているというのだ。月の満ち欠けが一周するまでの期間を昨望月といい、平均するとおよそ 29.5 日。30日ごとの試験放流では1年間で6日ほどずれが生じるはずだが、放流予定日が休日だった場合はその前日に前倒しすることになっており、
その周期が作望月に近づくのだという。でもぴったり満月の日に、あの沢が湧くのは珍しいらしいけどね。力が抜けた。地下水の圧力変化の原因は潮汐力ですらなく、ただのダムの放流だった。要するに担がれたわけだ。しかし、あの夜起こったことの本当の意味を知った時には、もう師匠はいなかった。数年後、師匠の謎の失踪の後、あの夜のことを思い出していて、まだ一つだけ解けていない謎に気がついたのだ。あの夜、俺と師匠は懐中電灯を絞って沢に向かった。月の枠という沢に、空はいつから曇っていたのか。ああ、夏が終わる前に全ての話を書いてしまいたい。もう書かないと言った気がするが、そうして終わりたい。俺、いろいろやばいことしたし、やばいところにも行ったんだけど、幸い取り憑かれるなんてことはなかった。一度だけ覗けば。大学一年の秋頃、サークルの仲間とこっくりさんをやった。俺の下宿で。それも本格的なやつ。俺にはサークルの先輩でオカルト堂の師匠がいたのだが、彼が知っていたやり方で半紙に墨であいうえおを書くんだけど、その墨に参加者の唾を混ぜる。あと、鳥居のそばに置く酒も、二日前から縄を張って清めたやつ。いつもは軽い気持ちでやるんだけど、師匠が入るだけで雰囲気が違って、みんな神妙になっていた。初めて10分くらいして、何の前触れもなく部屋の壁から白い服の男が出てきた。青白い顔をして無表情なんだけど、説明しにくいが、魚のような顔だった。俺は固まったが、他の連中は気づいていない。こっくりさん、こっくりさん、と続けていると、男はこっちをじっと見ていたが、やがてまた壁に消えていった。消える前にメガネをずらして見てみたが、輪郭はぼやけなかった。なんでそうなるのか知らないが、この世のものでないものは、裸眼、コンタクト、関係ない見え方をする。内心ドキドキしながらもこっくりさんは無事終了し、解散になった。帰る間際に、師匠に、あれ、何ですか、と聞いた。俺に見えて師匠が見えてないなんてことはなかったから。しかし、わからん、の一言だった。その次の日から、奇妙なことが俺の部屋で起こり始めた。ラップ音くらいなら耐えられたんだけど、怖いのは、夜ゲームとかしていて何の気もなく振り返ると、ベッドの毛布が人の形に盛り上がっていることが何度もあった。それを見てビクッとすると、すぐにスーッと毛布は元に戻る。他には耳鳴りがして窓の外を見ると、大体あの魚男がスッと通るところだったりした。見えるだけならまだいいが、毛布が実際に動いているのは精神的にきつかった。もうげっそりして、師匠に泣きついた。しかし師匠が言うには、あれは人の霊じゃないと。人の霊なら何がしたいのか、何を思っているのか大体わかるが、あれはわからない。単純な動物霊とも違う。一体何なのか。正体というと変な感じだが、とにかく全く何もわからないそうだ。時々そういうものがいるそうだが、絶対に近寄りたくないという。頼りにしている師匠がそういうのである。こっちは生きた心地がしなかった。こっくりさんで呼んでしまったとしか考えられないから、またやればなんとかなるかと思ったけど、それはやめとけ、と師匠。結局半月ほど悩まされた。時々見える魚男は恨めしい感じでもなく、強いて言えば興味本位のような悪意を感じたが、それもどうだかわからない。人型の毛布もきつかったが、夜閉めたドアの鍵が朝になると開いているのも勘弁してほしかった。夜中ふと目が覚めると、暗闇の中でドアノブを握っていたことがあった。自分で開けていたらしい。これはもうノイローゼだと思って、部屋を引っ越そうと考えてた時、師匠がフラッとやってきた。3日ほど止めろという。その間なぜか一度も魚男は出ず、怪現象もなかった。帰るとき、多分もう出ない、と言われた。そして、やたらとため息をつく。体が重そうだった。何がどうなってるんですかと聞くと、しぶしぶ教えてくれた。
丸々山の隠れ道祖神ってのあるだろ。結構有名な心霊スポットだった。かなりヤバいところらしい。うなずくと、あれ、ぶっ壊してきた。絶句した。もっとヤバいのがついてる人が来たから、魚男は消えたらしい。半分やけくそ気味で、ついでに俺の問題を解決してくれたという。なんでそんなもの壊したのかは教えてくれなかった。師匠は、まあ、こっちはなんとかする。と言って、力なく笑った。大学1年の夏の初め頃、当時俺の部屋にはクーラーはおろか扇風機もなくて、毎日が地獄だった。そんな熱帯夜のある日、電話がかかってきた。夜中の1時くらいで、誰だこんな時間に、とキレ気味で電話に出た。すると電話口からは、ゴボゴボゴボ、という水のような音がする。水の中で無理やり喋っているような感じだ。混戦か何かで声が変になっているのかと思ったが、喋っているにしては間が空きすぎているような気がする。活字にしにくいがあえて書くなら、ゴボゴボ、ゴボ、シュー、ゴボ、シュー、シュー、ゴボ、ゴボリ。いつもならゾーッとするところだが、その時は暑さでイライラしていて頭から湯気が出ていたので、うるせえな、誰じゃいこら、と言ってしまった。それでも電話は続き、ゴボゴボと気泡のような音が定期的に聞こえた。俺も意地になって、誰だ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 、と繰り返していたが、10分ぐらい経っても一向に切れる気配がないので、いい加減馬鹿らしくなってこっちからぶち切った。それから3ヶ月くらい経って、そんなことをすっかり忘れていた頃に、留守電にゴボゴボゴボ、という音が入っていた。録音時間いっぱいに、ゴボ、ゴボ、シュー、ゴボ、気味が悪かったので消そうかと思ったが、なんとなく友人たちの意見を聞きたくて残していた。それで3日くらいして、サークルの先輩が遊びに来るというので、そのゴボゴボ以外の留守録を全部消して待っていた。先輩は入ってくるなり、すまん、このコーヒー飲んで。自販機の缶コーヒーを買ってくるつもりが、なぜか、あったかい、の方を間違えて買ってしまったらしい。まだ9月で残暑もきつい頃だ。しかし例の留守電を聞かせると、先輩はホットコーヒーを握りしめて、ふうふう言いながら飲み始めた。先輩は異様に霊感が強く、俺が師匠と仰ぐ人なのだが、その人がガタガタ震えている。もう一回回しましょうか、と俺が電話に近づこうとすると、やめろ、と凄まれた。これ、水の音に聞こえるのか？青い顔をしてそう聞かれた。え、何か聞こえるんですか？一応だ。まともに聞いてると寿命縮むよ。今も来てる。首が。俺には心当たりがあった。当時、俺はある女性からストーキングまがいのことをされていて、相手にしないでいると、よく、睡眠薬を飲んで死ぬ、みたいなことを言われていた。顔が見えるんですか？女じゃないですか？そう。でも顔だけじゃない。首も。窓から首が伸びてる。俺はゾッとした。生きようは寝ている間、本人も知らないうちに首が伸びて、愛憎募る相手の元へやってくると聞いたことがあった。なんとかしてください。俺が泣きつくと、先輩は逃げ出しそうな引き腰でそわそわしながら、とにかく、あの電話はかかってきても、もう絶対に聞くな。本人が起きてる時にちゃんと話し合うしかない。そこまで言って、天井あたりを見上げ、目を見張った。しかもただの眠りじゃない。これは、下手したらこのまま死ぬぞ。見ろよ。首がちぎれそうだ。俺には見えない。引き止めたが先輩は帰ってしまったので、俺は泣く泣くストーキング女の家に向かった。以降のことはオカルトから逸脱するし、話したくないので割愛するが。結局俺は、それから丸2年ほどその女に付きまとわれた。正直ゴボゴボ電話より、睡眠薬自殺未遂の実況中継された時の電話の方が怖かった。